みんな言えてないってことじゃないですか、これ言えないですよ。セッションシェーってこう、あ、シェーが続くかね、サシスセソがちょっと多すぎ、継続セッションシェリーシュですが、もうそもそも、え、今日の話題はあれですか、言いづらいことをずっと多分作業を言いづらいの回違うでしょ。先週に引き続き継続セッションシェリーシュの皆さんです。もうなんか逆に意識して口がカピカピになりそうな、いや、なんか皆さん結構なんか一息吸いますね、やっぱ名前言う前に、はい、継続みたいな。まあ、それよりも僕はあのこれ1週間持ち続けてます、はい、実はね、この1週間もずっとライカでこうやってずっとやってましたからね。そうです、もう僕はあの社長が受けてるかどうかを一番確認してます。カメラ越しやめてもらっていいですか、笑ってんのかなっていう、今後の仕事につき合い影響しちゃう。やっぱあれダメだってなっちゃいますか。ちょっと付き合いがってなる。押さなきゃよかったと思ってます。そうですね。で、自己紹介まずですね、はい。お願いします。はい、継続セッションシェリーシュ、純白を。純白担当。そこボロいやな、もう。継続セッションシェリーシュ純白担当、月見あれです。よろしくお願いします。はい。そして。はい、継続セッションシェリーシュ桜井の担当、桜井もなです。よろしくお願いします。はい。そして。社長に媚びを売ることで必死なあの前ビートをお願いします。こと言わんでね。よろしくお願いします。シェリーのねプロデューサーを、そうですね、はい。はい。そしてバンドセットでもギターを、はい、サポートギターのマオです。V ゲージ乗ってるからね。血のりと包帯を乗ってた。びっくりした。でもそれも本メンバーじゃないですか。まあ俺しかいないから。そうね、全員サポートだから。だから僕はもうそのサポートですから。で、まあ今週は、もう約1ヶ月後に、はい、約1ヶ月後に迫ったワンマンに向けてのちょっとね、はい、意気込みと、先週はですね、もう何ぞやと音楽やってるとか、そういう継続セッションとか、そういうお話とか、昭和歌謡のねお話してったり、あとマヤピが余計なことバンバン言ってる、はい、あとちょっとあの売り上げが乗ってしまったっていうちょっとやりたいっていうので今回面白いですけどね、今水音が出てたはずなのに、なんかライカの売り上げがちょっと画像でなんか気になっちゃって今水音のロゴ出てたはずなのに、すっげえ真面目なとこだったのに、まさかこんな面白い動画が出てくるじゃん、これ大丈夫、ここモザイクかけんじゃねえみたいな、むしろちょっとこれよりウケるのよ。今週はそのワンマンに向けてのお話と、このシェリーっていう名前についてちょっとね深掘りしていくっていうか、ね、その辺行ってこうかなと思いまして、そう、大事なことですよ、シェリーシュというまずお酒だったのにシェリーになるところと、なぜその名前になったかをこれ込めてワンマンに向けてのお話を、ね、はい、なったらその継続セッションシェリーシュって名前から全然違う名前に変えてもいいわけですからね、うんうん、そうですよね、継続セッションですからね、うん、まずでもお二人はその名前を自分たちでつけたの、それともつけてもらった的なの、あ、つけてもらった、ついてましたね、ついてました、ました。はい、で、なんか俺も聞いたんですよ、なんか由来あるんですかみたいな、うん、でも誰も知らない、知らねって誰もあんまよう分からんみたいな、分かんないですよ、え、名前だけえ、誰がつけたの、まあまあ、その説明、その順応って言うと、はい、あのこの人は実は言うと、うん、あ、まあ、あと言ってたらあれなんですけど、うん、その一番最初立ち上げ当初にはいなかったんですよ、いなかった、はい、そう、いなくて、うん、で実はその、まあ、桜井モナはいたんですけど、はい、3人別の3人だったんですよ、うん、最初、はい、で、まあ、僕はもちろん行って、うん、で名前つけるってなった時にそれこそ、はい、まあ、メリーさんとか、はい、まあ、ジュリーさんもそうですけど、なんかそういう名前をつけようっていうのが1個あったのと、はいはいはい、もう1個はそれこそジンククラジオさんとか、ドレミダンさんみたいな、いいですね、漢字カタカナ、カタカナみたいな、そう、どっちかの線で行きたくて、うん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 、で、まあ漢字カタカナの方がエゴサは引っかかるかなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱそのなんて言うんだろう、ちょっと勝ちたいみたいなところあるじゃないですか、あ、他と違うね、違う出したいみたいな、メリーって言われて、さっきもね、さっきというかあの先週のもうさっき言っちゃったから1週間持ち続けた設定はなくなりましたけど、まあまあ一週間持ち続けたんですけどで、その、はい、勝ちたいんですよね、はい、メリーって検索して一番上にバンドが出てくる状態じゃないですか、うんうん、はい、
うちらもシェリーって入れて一番上に出てくる状態でちょっと持っていきたいっていうのがちょっと野望みたいなのがあって、はい、シェリー酒ね、今シェリー酒でちょっと、はい、まずスペインのねアンダルシア地方、それはまず知らないですからね、アンダルシアかどうかなんかでね、あのワインをさらに、強くしたものなんですね、ワインからさらに、一種ワインの一種なんです。とか今ね、なんかそれこそファンの方にこのバンってこれが、はい、あの告知されて、うん、これ衣装も、はい、あの赤い衣装に変わって、うんうん、あの出した次の日あたりにファンの方に、はい、いや赤ってイメージなかったけど赤ってすごいいいね、確かにシェリー酒ってワインだからねってやった時に、うんうん、へーみたいな、多分その意図はないっつって、みんなして、みんなしてへーみたいな。加入するときにこのなんか初期衣装の案としてこういう赤っぽいのっていうのはあったんで、俺もそうだと思って聞いたんですよね、そしたらないって言われて、その意図は。でもなんとなくの言葉尻でやっぱつけてみたってところがあったわけですから。そうなんか、ぶっちゃけそのネーミングセンスがもう本当に皆無なんで僕が。おう、うん、そのうんうん、うん、いやちょっと今早い早い。早いもうさ、多分今日の収録1位早かったね。早かったね、反応がね。凄まじく早かった。マッハだったよ。これなんで顔見て笑った。これオンエアできるかわかんないですけど、殺すぞ。イメージとかで。つけてみたってところ。そうですね、その別にシェリーに深い意味があったわけではなくて、うん、なんかちょっとおしゃれさはでも欲しくて、うんうんうん、でシェリー酒っていう酒があること自体は知ってて、はい、どんなお酒かはどんなお酒かは別にまあええかなみたいな。よかったですね、ちょっとワインでおしゃれな感じでね。いや、そうなんか、まあまあまあ想像通りでよかったなっていう。これが違法のお酒ですみたいな名前が、ね、やばかったっすよね。後でつけてやばかったみたいなバンドってあんま言えないけど、そういうのって、ね、あ、まあ、昔からこれつけなきゃよかったみたいな、なんか、うん、そのなんかでもね、こういいなんかね、それこそドレミダンさんみたいな、うん、ドントレットミーダウンからもじったみたいなのを言いたいのはあるんですけど、なんかそういうのがちょっとあんまりこうセンスがなかったんで。あれは言葉のセンスですよね。ね、でこうワンマンの前ビートルズのね、うん、ドントレットミーダウン流してみたいな、うん、ああいうのやりたかったんですけど、ちょっとそういう脳みそがなかったんで。でもこれじゃあやるとき尾崎豊も、ま、ずっと客入れで流す。逆にでもまあまあありですよね。なんか大きいワンマンだとやりたいなっていう。まあでもそのファンは怒るぜ。怒りますよね。ね、だからそれを黙らせるぐらい売れれば。確かに確かに、そうっすね。確かにおしゃれな感じはしてるし、でも昭和っぽい感じもしてるから、じゃあそのイメージがじゃあ結果ですね。結果最初はなんか3人が3人ともなんか試行錯誤でうんってなってたわけですね、ちょっと名前が。で変える案もあったんですよ、あの、うん、ああ継続セッションシェリー酒から別に全然違う名前でもいいと思ったんですけど、やっぱ継続セッションシェリー酒でシェリーって呼ぶ人もいるんですよ、うん、ああなるほどね、もうすでに。で、なんか全く変えちゃう。シェリー酒さんとか。そう、シェリー酒さん。それも言いづらいですね、シェリー酒さん。ああ、でも結構、シェリー酒って言われることが多い。あ、シェリー酒さんみたいな。それもまあ、やや言いづらい。シェリー酒はね、なんか。全部作業が続くと、口がカピカピするのよ。きついです。まあ、だからもう、サクッとね、シェリーっていうね。ああ、なるほど。それで、行くぞと。うん、そして、まあ、ワンマンのお話になるわけです、改名して、はい、まあ、最初は名前をどうするどうするのとこあったかもしれないですけど、じゃあまあ今一丸となってね、うん、まあ、ライブの主催ね、都内でライブを中心にやってます、はい、さあそこからワンマンでこの意気込みをね、まずはお二人から聞かせていただきたいなと。どういうワンマンにしたいかとか、うん、どんなねお客さんたくさん呼びたいなとかあるわけじゃないですか、気持ちが。そういうところをちょっとお二人聞かせてください。いや、もちろんさ、いつもお世話になってる会場さんなんですけど、うん、池袋レッドザネリさんは、うん、いや、もう満杯の景色見たいですし、うんうんうん、やっぱあのこの日から全部新しくなるんで、うん、今までのそこまでの積み上げてきたものを、うん、もう一段階ギア上げれるライブにしたいですね、うん、なるほどね。そこの強い意志があると。いや、もうめちゃめちゃ、もうやっぱやったことないことだらけなんで、うんうん、もうバンドでライブもやったことなかったですし、うん、あのそれこそ煽りなんかも、うん、やっぱ歌をちゃんと歌って、一曲一曲歌って、あの、まあ、その中で の愛の手をあの促したりする、はいせーのとか言いながらコールが返ってくる、うん、そういう煽りはやったことあったんですけど、うん、そうじゃない、やっぱビジュアル系さん の言葉選びだったりとかがめちゃめちゃやっぱ難しかったんで、うんうん、
もういろいろもうインプットインプットしてそれをじゃあアウトプットですよ ね、やっぱそれ今までね自分のものにして、うん、自分なりの言葉に変換して、うん、やっぱあの作っていきたいですね、ライブの風景を。ありがとうございます。さあなんか今までグループ活動とかはしてたんですけど、うん、このワンマンライブっていうのは私一回もやったことがなくて、人生初ワンマンになるんですよ。なのでその会場がもう人でいっぱいだっていう景色とかも見たことがなくって、うん、なのでもう本デビューを迎えるので、もう会場がパンパンになるぐらいやっぱお客さんも呼びたいですし、うん、でもワンマンライブできるだけすごいありがたいんですけど、これからもお客さんが応援したいって思ってもらえるようなそういう活動にしていきたいなって思っています。なるほどね。もうちょっと先週の配信からガラッと変わって俺が受けることしか考えなかったふざけゼロでねだったんですけど、やっぱそういうところのお互いのね、はい、まあ2人の意思の疎通もあるからね、はい、それねやってきて、まあこの6月からじゃあ2人でっていうことになったのか。そうですね、その前まではあの別々のユニットで、ね、事務所には行ったんで、うん、あのまぶっちゃけめちゃめちゃ長くやってたんで、あの後輩にはなっちゃうんですけど、あの、まあ、すごい芯の強いけど、あのなんだろう、場の空気をほんわかさせる子だったんで、だから一瞬ちょっとなんか他のグループさんもなんか正統派だったりする、うん、あのふわふわ系みたいな感じだったんで、うん、まさか一緒にやるとは夢にも思わなかったんですけど、うん、めちゃくちゃ信頼できるんで、ライブ中も、うん、ちゃんとカバーもしてくれるし、まあ、もう一緒になったら先輩後輩とかないんですね。ないもんね、やっぱその辺は、はい、なんで2人で乗り越えてね、まあ、お客さんだけじゃなくてさらにね、もう言ったらですよ、俺から言わせるとこの業界変えてあるぞぐらいのね、そういう気持ちも、うん、やっぱまあプロ、ここはプロデューサーとしてちょっといろいろ。そうですね、まあ正直自分がバンドで、うん、あのやってた時と同じような、うん、同じようなって言ったらですけど、うん、あの音楽性だし、うん、で僕らも正直そのまあこう前回のねこうあのお話しましたけど、まあ、正直ちょっと同世代じゃないんですよ、やっぱ、うん、あの自分がやってた時って結構もうキラキラからこう暴れ版になるぐらいのタイミングで、うん、ラウド系がちょっとね台頭してきたりとか、そういうのもあったりとかした世代っていうかね、だからもう一世代前なんですよね、うん、その2000年代前半になると、うんうん、僕は多分中学校ぐらいの時に、うん、そういうこうちょっと哀愁歌謡ロック、うん、VK みたいなのがこうガジェットのちょっとね初期もそういう曲調あったりとかしたもんね、うん、そうですそうですそうです、そうです、なんかだから20年ぐらい前のそういうのがあった頃のっていうのがね、あのすごい流行ったし、すごいなんか、ね、いい時代だなっていう、うんうん、それをもう一回こう、まあうちらでムーブメントを起こしたいというか、うんうんうん、まあちょっとねあの見てる方でどれだけ伝わるかわからないですけど、きわものの果実みたいな、うん、ああいうのをちょっとやりたいっていうか、オムニバスアルバムをちょっとうちらから起こしたいというか、まあちょっと懐かしい話すると2000年代に出たあの妖艶鏡とかね、妖艶鏡ありましたね、オムニバスで、はいはいはい、例えばドレミダンとかメリーとか人格ラジオ、あとはなんだその辺のね出てた頃のああいうのだよね、なんかジャクラだ、そうです初期のジャクラとか、はい、歌謡曲もねモードあったから、そういうのはまたね対バンね、そういうの対バンイベントもそういうの多かったからね、そうですね、なんでいずれじゃあできるようにね、対バンできるように、いやもう本当にやりたいですね。だからライカさんとかで言うとその今やったこう怪人二重面相さん、ああはいはいはい、なんかそういう方たちとご一緒できるように、なるほどね、頑張りたいなっていう、いずれそういうところでね主催イベントとかもやってるからね、はいはい、ね、もっと言うと最近ほらあの主催イベントでほら対バンもビジュアル系バンドと対バンとかもすることになったりとか、うん、結構ボーダーレスだったりジャンルレスな時代になってきてるから、ね、昔みたいにカテゴリー分けそこまでされてないから、いずれはじゃあなんかね対バンできる、そうですね、なんかうん、それでもまだねやっぱ壁あるんですよ、まだまだまだやっぱりあって、うん、まあねこううちらがまだねこう売れてないっていうのもあるんですけど、まだやっぱちょっと壁がね感じるんで、なんかもっとそこをうちらがもっとそのなんかこうまあいい意味でその バンドとしてやりたいなっていうのが、うん、いずれはまあ今ねそのユニットでオケでっていうところも多いけど、
そのバンドセットも一緒になって、ね、じゃあ本メンバーになるかその時はネクタイしてもらう。そもそも靴とネクタイなんとか、ね、なんとかしてもらわないとちょっと。もしなんとかしたら本メンバーにじゃあ。まあ、じゃあもう帰り買おうよ。それはもう。なんでプロデューサーが逆に上からメンバーからやってるのかがよくわからないんですけど。意識が。でもサポートメンバーなんでやっぱ。まだね、プロデューサーなのに扱いした。なんかメンバーから、ね。あ、でもそれはいずれだからそういう風になるかもしれないです ね、 そうそうですね。ちょっとそれが楽しみになってきましたね。まあ、浜田さんほら持ってるから。あ、そうですね。白ネクタイが来る。前回それで出てくださったんですよ。ほうほう。で、わあめっちゃ意識高いって言いながら僕はあのこのパーカー。本当になんかライブ始まる直前にこうやって白夜さんがパッてネクタイしてくれた時に、みたいな、めちゃくちゃ嬉しいねって言ってパッて見たらこれだったね。まさかそれでこれまさかそれで出ないっすよねって言ったらこれやねみたいな。で僕 これの前に漫才やってたんで、まあ、それを言い訳にしてるんですけどあのマラピーさんの補足なんですけど、そう結構お笑いをねライブ中にやられてる、そう やるタイプの人でネタとかもね、はい、やったりとか、なんかその辺はちょっと漫才やったんですけど大丈夫なんですかねこれがやばいんですよ。あのシェリー州あの6月からあのプレデビューして、はい、あのスケジュール出るじゃないですか、はい、1ヶ月ごとのスケジュール見た時にパッて見たら大喜利って書いてあってあ、これえみたいな、ま、自分のスケジュールごっちゃになっちゃってますよみたいな、うん、ちょっと共有してるからね、そうあのプロデューサーみたいなこれはあなたのもうスケジュールでしょって言ったらいいよ出るぜみたいな、大喜利やらされたんですよ。やされました。鬼ですね。鬼です。しかもなんかもう怖いんですよ。次のなんか月とか見るとなんかえなんだっけ なんかお笑いじゃないなんだっけなんか。お笑いなんかお笑いお笑いなったらみたいな感じのなんかスケジュールが1ヶ月にしかもなんかライブの色と同じでなんか振り分けされてるんで一瞬見落とすんですよ。パッて見つけて。おぎみたいな大丈夫ワンマンに向けての結構意気込みを語ってこうって話なんですけど、でも今ちょっと空中分解の受けそれなりに受けてましたよ。いやそういうことじゃないですか。受けてた受けてなの話ではなくってそこじゃないのよ今ここの2人が言ってることは。でもまあ、 あのワンマンに向けて少しずつちょっと減らしていってはいるんですけどそういう問題減らしてる減らしてるっておかしい表現ですよ。言ってやってください。お願いします。まあでも根性はつくかも。まあその試練としてね考えれば。でもそうすごいなんかもうあの普通にトークとかもいや平場がさみたいな感じで平場芸人の扱いやめてもらえるみたいな。佐久間さんが言う言葉ですよ。プロデューサーのあのねゴッドタンとかのね、はい、音楽プロデューサーが言う平場っていうのはないなから、まあ、MC のこともちょっと平場ああじゃ平場じゃなくてMC でそうねなんかまあでもいずれよあのもしかしたら2人がテレビに出てそういうのがあったら、うん、もしかしたらいずれテレビとかでそういうことになった時マヤピーの顔が浮かぶかもしれない。あの時もしかしたらありがとうみたいな、そうそうそうチラッと浮かぶかもしれないけど、いやでもそれ本人言っちゃうんだよ。ほんといつかそういうとこあったらあの時のためやからこれなんで今言っちゃうのかっこ悪いやん。だからそれがいずれそうなった時になんだけど今言わなくても一本グランプリとかそういうのね一本グランプリねあの渋谷渚ちゃんみたいなねあーまあそうねあの子はそうで、いやいや何回か言いましたもん俺アイドルなんですけどって言ったらいやアーティストやろみたいないやアイドルですみたいなまあまあ、まあ、広く言えばアーティストもまあまあね笑いまあミュージシャンでもそういう大喜利強い人いますからねお笑い V ゲージ行っちゃったからもうそれ言いますねよっぽど嬉しかったですねV ゲージ乗ったこと V ゲージ乗ったのも嬉しかったし、うん、あのビジュアル博士ノルさん、はい、あの方に引用率で紹介していただいたりとか、そうですねノルさんもねすごい嬉しくて、はい、やっていただいてるんで、なんでまあそれはね本当にやってよかったなということで、うん、このワンマンに向けてまあ、いろいろ活動を経て、もういろいろ経て、経て、まあ、そのやっていくぞという意気込みが2人に出てくるわけでございますね。何かちょっと公約みたいな、なんか意気込みみたいな2人があったら、ちょっとなんか公約なんか呼んだら、約束ごと、アホなんです、アホなんです、すいません大丈夫、ここの最後の方に来て、なんかすごいメッキがビューンって剥がれたけど今まであんま喋らせなかったからバレてないと思ったんだけどこれもギリギリ読めたっていう噂ですいや、むしろ読めないと思ったから俺が急いで読みました。読めないですね。いやいやいや、まあなんかその頑張るぞ意気込みとかなんかあったらちょっと一本取るぞ一本もう難しいこと言わないでください。一本取るぞが難しい。いや、大喜利で一本グランプリっていう番組があって、そこの話をしてくれるあ、でもなんか頑張るぞっていう意気込みをじゃあちょっとじゃあ代表して
あの、大丈夫ですはい、あの、そうですね、あの、さっき言いましたけど、やっぱシェリーシューっていう名前が売れるのもそうですけど、まあ、いろんな界隈で、ライブができるように、いろんなね、方と一緒に対バンしていきたいですし、あの、バンドももっともっと、あの、力入れて、あの、オケでのね、アイドルライブじゃなく、あと、あの、バンドで、いろんな会場でできるように、来年からも頑張ってまいります。さあ、はい、じゃあね、そんなワンマンライブのじゃあ改めて、日程とタイトル、そして時間もお願いします。日程、タイトル、名前、いけるか。日程、タイトルはい、継続セッションシェリーシューは12月15日に本デビューを迎えるということで、名前も変わり衣装もガラッと変わるんですけども、池袋レッドゾーンアネリスさんにてバンドセットでライブをお届けします。池袋ゴールデン歌謡劇場っていうテーマでやる。テーマ、タイトル、テーマが、テーマがみんな今一瞬テーマで一瞬固まったの。なんかテーマ難しすぎないよ、このテーマのタイトルね。みんな一瞬、まあまあ、一瞬バッて見たよね。まあまあ俺も同じテーマで出るけど、違う、滑った、滑ったんじゃない、滑ったんじゃない、滑ってもない、滑ってもない、受けてるよ確実に。最後の最後でなんかいろいろ爆弾、なんかいい締めを持っていこうと思ったんで社長はここにいないけど、受けてるよ。バレてない、バレてない、バレてない、受けてる、受けてる。さあ、で、時間をお願いします。時間は11時半会場で、開演が12時になります。皆さん早起き頑張ってください。はい、ありがとうございますということでございます。そしてね、SNS とかもね、やられてるということで、はいはい、あと、YouTube でね、振り付け動画やってますんで、はい、ぜひチェックしてください。マヤピーさんももちろんね、はい、X やられてる。はい、X やっております。そしてサポートギターでね今日強調してV ゲージにも載せていただいております。そう、当日のバンドメンバーも一応じゃあ、そうですね、ベースとドラムのギターが、僕が上手ギターやらせていただいて、はい、で、もう一人上手ギターがまこさんっていう、はいはい、下手ギターで、ベースが奈良くんっていう、白昼堂々踊れ人類っていうバンドもともとやってた奈良くんっていうのが弾いてくれます。で、ドラムが白夜光一さん、この番組にも出ている、はい、ナイチンゲール、はい、白夜さんが、はい、ナイチンゲールリレームでも、はい、白夜さんがやっていただくと、この6人、そうですね、メンバー全員入れて6人で、はい、ワンマン望むと、はい、ということで、ぜひお越しくださいということで、まあ、チケットの詳細とかはね、X 載ってますんで、うん、そっちもぜひチェックしてくださいと、はい、いうことでございます。ちょっと今俺も感じてもうほんま、早う名前変えようなもういいやわ、これやなさあ、そんなお二人からプレゼントをいただきました。おこちらなんですけども、チェキでございますね、はい、ライカをバックにした、ちょっと白飛びでさらにビジュアル系っぽくなってかっこよくなった、これを本当だサイン付きで、2名の方にプレゼントいたします。こちらなんですけれども、チャンネル登録、そして、この X ですね、番組の公式 X を、フォローされた方の中から抽選で2名の方にプレゼントいたしますので、ぜひぜひご応募お待ちしておりますということでございます。お願いします。さあ、2週にわたってね、いろいろお話いただきました。じゃあ、まあ最後にバツッと、じゃあこれはマヨピーさん、はい、ホラさんで、イケメン、最後にバスッと締めてください。お、やばい一言ずつじゃあ見て、はい、もうね、2週ですよね、はい、2週にわたりポスターを持たせられて腕がガチガチなんですけどね、はい、いやでも本当に僕からね、今回出していただきたいっていう、うん、お話をみざりさんに送らせていただいて、はい、でもこんな早く決めていただけるかっていうぐらい、まあ、ちょうど日程もあったからね。いやもう本当にね、こんな嬉しいことはないよというところなんですけど、もうあとはもうね、僕ら売れるだけなので、お、ちょっともう本当に全力で、まあ、こっからね、これはもうゴールじゃなくてスタートなんで、指導公演なんで、うん、ぜひね、本当にもうあの頃のビジュアル系で、それを知らない人はこれから入らせてほしいというか、うん、ちょっと新しいムーブメントを起こせたらと思いますので、どうぞシェリーよろしくお願いします。続きまして、はい、6月からプレデビュー半年を終えて、12月15日に本デビューを迎えられることにすごく感謝しています。ありがとうございます。これからも皆さんに応援していただけるよう、ついてこられるよう、私たちも頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いいたします。コメントがええやつのコメント。さあ、ピシッとお願いします。いや、すごいハードル。はい、6月からプレデビュー、ね、本当になんか
まあ、長いようで今となってはちょっと短かった期間ではあるんですけど、やっぱいろんなアイドルさんがいる中、アイドルとも言えるのか、なんかビジュアル系って言ってるけどビジュアル系の人たちに戦っていけるのかちょっとわからない状態で正直ここまで来ちゃったんですけど、もうこれ12月の15日にデビューした後、胸張って、まあ、ビジュアル系って言えるようにはい、もう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いいたします。結構なかっこいい最初ビジュアル系ライカイソンですからね、はい、もう胸張っていきたいと思います。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは継続セッションセリーショーセリーショー、おーいセリーショーになって次はもう水割さんこれを一瞬に分かって持っていただいてで、社長は受けてるそこ気にしなくていいのよ。最後締めさせてください。最後は、よろしいでしょうか。継続セッションシェリーシュの皆さんでした。どうもありがとうございました。それでは皆さんまた来週。